なんというか、コントか安手のドラマみたいな出来事でとも辞めされた。小さな地元の会社で、高校が、同じ友人が、一緒の職場にいる。家で撮ってる地方新聞に自社に関連する面白い記事があったので、社長に見せようと思って切り抜いた。持って行ったら社長が離席していたので、メモを書いて切り抜きをデスクに置いておいた。その後、社長のデスクに書類を置きに行った友人が、すごい形相で私のところにやってきて、裏切り者、卑怯者みたいなことを怒鳴り散らした。私も周囲もポカーン。友人は興奮しすぎて過呼吸っていうのか？ひっくり返って病院へ。社長のデスクにはビリビリの切り抜きが。つなぎ合わせてみたけど、前述の通り、会社に関連する面白記事でしかない。が、先輩の女性が裏をひっくり返し、これかな、と言った。美容整形の記事だった。実は、私は、友人が整形してるなんて全然気づかなかったんだけど、先輩は一目見ればわかるもの、ほとんどの人は知ってたわよ。あら、先輩が推測するには、必死に隠したがってたみたいだから、私が社長に暴露したと誤解したんじゃないかな。いや、そんなしょうもない真似しませんって。結局友人はそのまま会社も CEO。私も CEO をされたらしい。社長が誤解を解いてはくれたらしいんだけど。どうでもいいや。